はい、おーこんばんちはうかでございます。さあやっていきましょうか。ヘッポコ交渉2の事件簿ということで、狭山と交渉いきます。鬼塚だ、交渉を始めよう。うわー怖い。確かなんだっけ、下手に、弱気な発言をしないのと、あと あだっけ、嘘をつかない。俺は交渉人か、一応そうだなって、そうだな、成り行きでそうなった。俺は組長の代理人として交渉する。うん、正直に話そう。何か問題あるか。いや、誰だっていい。さっさと肩をつけよう。怖いな。いいだろう。はい。お前は今、どこにいる？組の事務所か？嘘をつくのはいけない。正直に言おう。うん。ヒルサイドタワーにいる。組の事務所とは思えないな。余計なことは言うな。質問に答えるだけでいい。警察には知らせてないだろうな。組長は警察に足るような男か？はは、どうかな。信じてやれよ。組長信じてやれよ。警察には頼らないと言ってたよ。この件を知ってるのは組の人間だけだ。おかしな話だな。お前は警察の人間じゃないのか？文句があるなら組長に直接言え。確かにそうだな。お前に文句を言ってもしょうがない。お前とは交渉しない。組長と直接話す。村瀬にそう伝えとけ。勘違いするな。村瀬は関係ない。関係ないだと？なわけねえだろ。お前、村瀬の会員だろ？いくらで頼まれた。俺の交渉は関係ないだろ。今問題のはお互いの収支をどうするか。黙れ。うわ、怖い怖い。お前とは話にならない。さっさと組長に代われ。組長も、そこにいるんだろ。俺は交渉人、俺は代理人だ。交渉代理人だ。お前と交渉して、小森美香を救出する。それは違うな。小森を取り戻して、俺を捕まえる。それが組の依頼だろ。見えすぎた嘘をつくな。嘘じゃないと。嘘じゃない。確かにお前も確保したい。だが、人質を危険にさらすようなことはしない。俺はヤクザじゃない。交渉人だ。おお、いいね。人質の安全が最優先だ。よしよしよし、これがいい。信用してほしいなら、まず誠意を見せろ。そうだな。お、お互い誠意ってやつを大事にしよう。やっと交渉らしくなってきたな。軽口を叩くな。良子は今どこにいる？隣にいるよ。だが、その前に確認させてくれ。小森君は無事か？ああ、無事だよ。傷一つつけてない。大事な人質だ。大事に扱ってるよ。一言でいい。声を聞かせてくれないか。お前、勘違いしてるな。先に涼子を誘拐して脅迫したのはそっちだろ。小森美香の無事を確認したら、菊池に変わる。それでいいだろ。ダメだよ、鬼塚。話にならねえな。うわ、怖い。涼子を電話に出せ。どうしようどうしよう。ダメだ、ダメだ、ダメだ。先に小森を出せ。大丈夫か。しつこいやつだな。謝っちゃダメ、謝んない。お前らが涼子を誘拐したからこんなことになってんだよ。どうする？皆川組のメンツってものがある。お前ならわかるだろ？まあな。メンツ潰されたらヤクザおしまいだ。やっと意見があったな。なんだ？皮肉か、それは。皮肉じゃない。正直な感想だ。俺はもっと冷静に話し合いたい。お前らは皆川組の精鋭部隊だろ？今度は褒め殺しか？じゃあ明かすな。本気で聞いてるんだ。お前らは精鋭だろ？そうだよ。俺たちのいない皆川組はクズの寄せ集めだ。ちょっと、スルーしてみよう。スルー。村瀬にできるのは金勘定だけだ。あいつらに捕まるほど俺たちはヤワじゃねえ。いいから、涼子を出せ。これ以上ガタガタ言うと、小娘の身を切り落とすぞ。怖い。いいだろう。あ、譲ってやるよ。譲っちゃった。最初から素直に従えばいいんだ。菊池と話したら、小森美香は無事にで、電話に出す。それでいいな。ああ、それでいいよ。菊池に代わる。ああ、でも、また譲っちゃったよ。ダメだ、ちょっとヤクザに対して俺弱いな。まあ、しゃない。B、A にしたかった。まあいいや。なんとか話し、菊池です。ね、はい、涼子です。間違いありません。声でわかりませんか？うわ、怖いな。知ってます。違います。秋葉はあなたが殺した。そうでしょ？あの人は裏切ってない。裏切ったのはあなたの方でしょ？もういいんです。はい。そんな言葉信じられません。うわ、なんかちょっと険悪な感じだな。それはわかってます。もう私のことはほっといてください。いや、大丈夫かな？どうだ、確認できたか？まあ、いいだろう。次はそっちの番だ。小森以下の声を聞かせてくれ。嫌だと言ったら？交渉は終了。俺の仕事は終わりだ。あとはヤクザ同士で好きにすればいい。
組長の無線を戻らず、話し合いもできないなら組員は勝手に動き出す。皆川組の全員が草の根を分けてもお前たちを追い詰める。どうする？海外でも逃げるか？待ってろ、すぐかけ直す。うわぁ。これからプロの交渉人と話してもらう。話していいのはプロフィールだけだ。余計なことは一切話すな。わかったわ。大丈夫なのかな、この状況。鬼塚だ。待たせたな。小森美香に代わる。もしもし。名前を教えてください。あ、はい。小森美香です。漢字でどう書きますか？小さな森で小森。それから、美しく香るで美香。次に、誕生日と生年、血液型。ついでに通っている学校の名前も。3月11日、血液型 B 型。私立緑山学園の3年2組です。担当先生の名前は？ごめんなさい、幸江か。お母さんの名前は？小森遥。子供の頃に飼ってたペットの名前は？グッピーしか飼ったことがない。名前なんかつけないわ。いいでしょう。次の質問だ。そこはどんなところ？言えません。狭山以外の仲間は何人いる？言えません。プロフィール以外は話せません。余計なことは聞くな。もういいだろ。ああ、確認した。これからちょっと強気に行こうかな。うん。これでお互いに人質の無事を確認できたわけだ。まあそうだな。次は降下の方法だ。何かいいアイデアがあるのか？ああ、あるよ。聞かせてくれ。まず、こっちが時間と場所を指定する。お前一人で、涼子を指定の場所まで連れてこい。こっちが涼子を受け取ってから美香を解放する。不思議だな。俺も似たようなことを考えてた。最も順番逆だ。美香を解放してくれたら、涼子を指定の場所まで送り届ける。ふざけんな。そんなこと信じられるか？こっちは信じると思ったのか？お前、生意気だな。お互い納得できる方法を考えよう。30分だけ時間をくれ。いいか？切るぞ。あ、考えさせてくれか。まあ、いいや。うおっと。大丈夫か？怒ってるな。おい、岩波。この女に聞くことがある。席を外せ。はい。何カリカリしてんのよ。カリカリなんかしてない。俺は鬼塚ってやつの口の利き方が気に入らないだけだ。それをカリカリしてるって言ってるの。それで何？聞きたいことって。別に何も。お前が息苦しいと思って気を利かせたんだ。本当に気が詰まるわ。どうしてこんな演技しないといけないの？演技なんだ。誰が組長のスパイか分かったもんじゃないからな。自分の仲間が信じられないなんてお気の毒ね。用心はしないとな。意外だわ。もっと大胆な人だと思ってた。用心深いだけだ。裏切られすから後悔してるような奴らみんな負け犬だ。ああ、そうですか。まあそうっちゃそうなのかね。一つ聞いていいか？どうぞ。ちょっと待ってくれ。ん？隠しカメラ？どうやら気づかれましたね。どうする？私に任せてください。鬼塚から話していきます。マジか。これはどういうことです？鬼塚、許してくれ。組長は心配なんだ。君の交渉に大事な娘の命がかかってる。親として心配するのは当然のことだろ？すべて私に任せると約束しました。君のやり方には口を出してない。だが我々にだって子供の歩きを知る権利がある。なるほど。いいでしょう。一理あります。でもカメラは止めてください。どうせ盗聴器も仕掛けてるんでしょ？なるほど。不安に思うなら音声だけ聞いてくれ。監視されてるようでどうも落ち着かない。いいでしょう。カメラは撤去します。なるほどね。カメラは続けていいかな？どうぞ。佐山はどんな男だ？どんな男？なんでもいい。性格を知っておきたい。気が短いか？気が短いのは佐山だけじゃないわ。ヤクザ者ってみんな似たようなもんよ。頭に血が昇って暴力を振るったことは？それはあまりない。どっちかといえば計算高い方だと思う。あら、意外。暴力に訴えるときは気味が悪いほど冷静よ。大きな声でわめいたり怒鳴ったりしない。でも容赦はしないわ。あ、そう。そう。ちょっと待ってね。見るわ。佐山の自信。クズの予選の選手。なるほどね。で、暴力を理性でコントロールする計算だけど、はいはい。相手が音を上げるまで決してやめない。マジか。他に知ってることは？どんなことを喋ればいいの？紙に書いてくれ。銃の隠し場所は？なるほど。気づいたことなら何でもいい。無理です。大丈夫かこれ。どうして？そんな風に聞かれても答えられません。手札が足りない。頼むから俺を信用してくれ。
大事なことなんだ。そんなこと急に言われても困ります。私だって佐山が怖い。喋ったら何をされるかと思うととても怖くて。思い出してくれ、きっと力になれる。人質を交換しても 手がかりがあれば君を助け出せる。でもこのまま佐山に逃げられたらお手上げだ。何でもいいんだ、話してくれないか。頼む、書いてくれ、もう時間がない。そうだ、酒は飲むのか。飲むことは飲むけどそんなに好きじゃない。酔ったらどうなる。変わらないわ、酔って乱れたことはない。薬は？薬はやらない。組の仕事で売り買いはするでしょうけど本人はやってない。あんなものに手を出すのはバカだってよく言ってた。教えてくれたら人質交換の時に警察を出動させる。他にはもっと大事なことを忘れてないか。待ってください、今思い出してます。給水塔、ギャンブルは？若い頃は高齢との麻雀にのめり込んだって聞いたことあるけど、最近はメンバーが揃わないってぼやいてました。どこの給水塔だ？私にはわかりません。こんなこと話してて意味があるのかしら。それはこっちで判断する。君は思い出したことを喋ってくれればいい。でも私、佐山が今どこに住んでるのかさえ知らないのよ。訪ねてくるのはいつもあいつだったから。考えてみれば佐山のことなんか何も知らないんです。なるほど、もういいよ、静かにノートやめてる。なるほどね、カメラを切ったからもうあのメモだったら伝わると。他には？ああそうそう、一つ思い出しました。そういえば最近カジノに出入りしてないみたい。カジノ？裏カジノよ、かなり儲かるってサイモンが言ってたわ。どこにあるんだ？さあどっかしら。樋口さん、カジノの話は喋れない方がいい。鬼塚さんは警察の方だ、我々にも都合ってものがあるんです。お分かりですよね。すいません、許してください。鬼塚さんも鬼塚さんだ、南川組は暴力団だ、何もかも荒らざらいなんて無理な話です。村さん、ちょうどいいところに来てくれました。リストをください。リスト？皆川組を飛び出した裏切り者のリストです。年齢、ん？名前、年齢、佐山との関係、できれば顔写真も。これを無理な話ですか？いや、それましょう、組長が協力しろと言ってます。ん？ふだ、ん？ふ、ふ、殺が必要、霊が必要かな。必要ありません。わお、お、ミスター佐藤、よく知らせてくれた。グレンと呼んでください。その後の動きは？鬼塚が交渉中です。片桐さん、我々はどうすればいいんですか？鬼塚は何て言ってた？ここで待機しろって言ってたわ。それはそうですけど、我々は警察官です。本庁に知らせなくていいんでしょうか？お役人みたいね。僕は超公務員です。ゼロ課の責任者は私だ。君たち上長である私に、あ、まあいいや、うん、報告した。一課や丸棒を報告を行ったのはこの私だ。それでいいか？うわ、かっこいいな。わかりました。いいな。片桐さん、スナイパーは？北村という男に頼んだ。口が固いやつだから心配しなくていい。なるほど。撃てますか？さすがに鋭いな。どういうこと？北村と、西脇は SIT の人間だ。捜査一課の出動依頼がなければ本来なら動けない。ほら、やっぱり無理な話ですよ。フライングという手はある。捜査一課には彼らが現場に到着してから報告する。たまたま近くにいた二人援軍を頼んだと言えばいい。苦しいですね。他に方法はない。それでもいい。いざという時には撃てる人間がそばにいた方がいい。手続きを踏んでる間に誘拐犯は逃げてしまう。お、鬼塚さんから連絡。録音した会話の一部を添付する。声のバックに雑音が入ってる。調べてくれ。なるほど。雑音調べてほしいって。よし、中村君に転送して調べてもらおう。グレン、パソコンは？上の部屋だ。案内してくれ。なるほどね。お、なになに、持たせたな、鬼塚だ。じらしてるつもりなら間抜けもいいところだ。引き伸ばしても何もいいことはない。言ってみろ。お互い納得できる方法ってのはどんな方法だ？歩道橋にしよう。歩道橋？早朝の歩道橋。お互いに反対側から人質を離す。歩道橋の一番上には人質以外立ち入らせない。それがルールだ。もしルールを破ったら？歩道橋の幅は 1.5 メートル。逃げ場がないなら銃で撃ち合ったら悲惨なことになる。もしそっちが人質を離さなかったら？そっちも人質を離さなければいい。人質同士が歩道橋の真ん中ですれ違うように包丁を合わせる。交換したら、歩道橋の下に止めた車に乗り走り去ればいい。どうだ、簡単だろ？なるほど。こっちは数が足りない。歩道橋に来る人数を制限しろ。俺とお前の人質のみ。これでどうだ？いいだろう。人質を守らなかったら、人質の効果もなしだ。あ、約束を守らなかったら人質の効果なし。
ちょっと待って、うん。それからもう一つ。取引をする歩道橋はこっちが指定する。構わないよ。渋谷の駅前なんてバカげなこと言わないよな。バカにするな。なるほど。場所は後で連絡する。待ってろ。ああ、待ってるよ。これでなんとか、お、来た。なんで？明朝、都内某所の歩道橋で人質交換の予定。歩道橋は後ほど、佐山が指定。ゼロ課の協力が必要。片桐さん、グレンさんに話を聞いてくれ。グレン？どういうことだ？昔、歩道橋の上で人質を交換した。何？ニューヨークの話？そうだ。ギャングが人質を取って、身代金を要求してきた。受け渡し場所は歩道橋の上。話してくれ。難しい話じゃない。まずお互いのルールを決める。はいはい。人質と金を持った二人。その二人以外は、橋の上まで行かない。二人は橋の上ですれ違う。まあ、それだ、さっきの話と同じだよね。お互い車に乗って、反対側の車線を走り去る。それだけだ。はいはいはい。その時はうまくいったの？人質は確保した。だが金を運んだ警官が撃たれた。命は助かったけどな。詳しく説明して。その警官は歩道橋の反対側を金を置いて引き返すはずだった。引き返さなかった？金を持ったまま引き返そうとしたんだ。マジか。歩道橋を駆け上がったギャングに後ろから撃たれた？いや、違う。近くにいたスナイパーが威嚇射撃したからギャングが動けなかった。じゃあどうして？誰に撃たれたの？走ってきた車に乗ったギャングが真下から撃たれたんだ。人気のない歩道橋。道路を挟んで向かい合う警察とギャング。我々は忘れていた。車は歩道橋の下を自由に行き来できる。今度はギャング同士の人質交換だ。その時は今と具体的に何が違う？待ってくれ。神崎さん、鬼塚に質問してくれ。わかりました。人質を交換してから追跡するのか、それとも人質を一緒に抑えたいのか。それから、待って、はい。それから、下の車をどうやって抑えるのか。どうやって抑えるのか、と。はい、今送信したわ。警察への連絡は？神崎。野村君、それは、俺に任せてもらおうか。周辺の道路は封鎖する。サイマーは逃がさないよ。来た。返事が来たわ。なんて、消される恐れあり、人質は一緒に抑える。下の車対向車で動きを封じる。皆川組に用意させる。以上。なるほどね。こうしましょう。我々二組に分かれて現場で待ちます。私と神崎さん、片桐さんと野村さん。歩道橋を挟んで前後50メートルの位置に待機します。スナイパーは歩道橋の上が全て見渡せる場所に待機してもらいます。あとおにぎり、鬼塚の連絡を待ちましょう。お恥ずかしい。はい、というわけで、じゃあ次回行きますか。バーガー買ったんでね。それじゃあ見てください。じゃあねん。